写真拡大。オリックス岸田守投手38が今季限りでの現役引退を決断したことが17日関係者の話で分かった。プロ14年目の今季は一軍登板がなく、今月初旬には球団から来季の戦力構想から外れていることを告げられていた。16日にはまだ何も決めていない。18日からの2軍の名古屋遠征に帯同する。そこでいい投球をすることしか考えていないと揺れる心中を明かしていた。岸田は2005年度大学社会人ドラフト3巡目で NTT 西日本からオリックスに入団。9年には先発として初の2桁勝利を記録した。10年にはこの年から指揮を執った岡田監督の指示でシーズン途中からリリーフに専念。11年には33セーブを挙げ、守護神として君臨した。通算44勝30敗63セーブ63ホールドと先発、中継ぎ、抑えとあらゆる役割をこなしてきた。ここ数年は故障下に見舞われ満足な投球ができていなかった。球団では功労者に敬意を表し引退試合も用意。大阪出身の右腕が地元ファンに見守られる中、ユニフォームを脱ぐ。